爆弾列車の改良は終わった。ただし試運転なんてしている暇はない。ああ、ぶつけ本番で構わねえ。準備ができたらすぐ乗り込むぜ。みんなの力で作り上げたこの列車で必ず作戦を成功させるぞ。完成だ！こいつが最強の爆弾列車、その名もドーンブレイザー号だ！すげえ！雷撃対策に木製装甲とクリスタル製の飛来針を装備。その重量増に対応するために機関部もパワーアップしてるぜ。敵兵が迎撃してきた時に備えて対空砲も用意した。クリスタリウムの魔装砲を模したものだから威力は俺が保証するよ。どうだ、急ごしらえにしては及第点だと思うが。そう言ってもらえて嬉しいぜ。愛着が湧いちまうと手放すのが惜しくなるか。こいつ水を差すようで悪いけど急いだ方がいいかもしれないわね。ああ、上から狙い撃ちにされたら目も当てられねえ。トンネルに入っちまえば多少は安全になるはずだが。そういうことなら俺に任せてくれ。みんなが乗り込んだ後、列車全体にバニッシュをかける。一時しのぎではあるが、トンネルまでは敵の目を欺くことができるはずだ。よし、みんな覚悟はいいか。俺たちにできるのはここまでだ、ニトリ。任せときなって。それじゃ、全員乗車しな。出発進行だよ。
今だ、全員飛び降りな。おい、エレンビル、生きてるか？多分な。ここが基地の入り口。敵が混乱しているうちに突入しましょう。何が待ち受けてるかわからねえが、行くぞみんな。そこには俺の故郷が広がっているはずだった。いや、そこは紛れもなくヤースラニ荒野だったんだろう。ただそれは大きく変わり果て、存在するはずのないものが混ざっていた。これは果たして奇境と呼べるのか。迷いながら見上げた空は、俺の心を映したかのように薄暗い雲で覆われていた。なんだよここ、本当にヤースラニ荒野なのか。